今度こそひねりつぶしてやるよ。鏡へ。どうする、このまま行くか、それとも。何考えてんだ俺は。んなもん答えは決まってんだろ。ここで引いたらエースじゃねえ。紫バラ、それだけで勝てると思ってんなら調子に乗ってんじゃねえよ。ブロックに飛んだ。でも清先輩の真骨頂はこの後すぐ後出しの権利によるパス。そもそもバスケなんて欠陥競技じゃ。ゴールは3メートルの宙にある。その時点でフェアなんて言葉はないんだよ。結局でかいやつが勝つようにできてる。叫んな。させるか。繰り返すもんか。もう二度と。しまった、これはアリウープだ。紫バラ、ただパス出しゃそれでいいんだよ。なぜ うちのセンターは紫バラだ。待て、なぜもうそんなところに。いくらなんでも早すぎる。まさか紫バラッチ入りやがった。ダメだ、お互いゾーンに入った状態なら鏡っちに勝ち目はない。しかもとっくに限界もいいとこだ。いよいよ絶望的だぜ。途中まで動きも気迫も完全にシュートにしか見えなかった。あんな完璧なフェイクは初めて見たぜ。させるか、挟み撃ちだ。これもフェイク。そんなものは勇敢とは言わない。舐めてるっつんだよ。決めろ、パス。気に入らねえよ。やべえ、誰をマークしようと勝手だが、一人
でみんな止めようなんて虫のいい考えは心底気に入らねえ。鏡キヨシはいない。外せばカウンターは確実。ああ、外すわけねえだろうが。んじゃま、楽しんでこうぜ。こいつがポイントガード。どういうつもりじゃ。頼んだわよ、てっぺん。まさかまたスリーか。やっべ、届かねえ。サッカー。なのにやたらヒヤヒヤさせやがる。こういう状況でこそ進化を発揮するわ、彼のイーグルアイは。村さん。Oh!